みなさん、こんにちは。しおりめチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね今日イオンに行って買ってきたものを早速紹介していきたいと思います。本日何本撮影したことかしょうか。同じ服だからバレバレだね。本日何本撮影したでしょうか。まあ、日曜日なのでちょっとため撮りですね。すいませんね、皆さん。まあ、あとイオンに行っていろいろ買ったもの他にもあるんですけど、それはまた別でね、動画にする予定なので、それ以外の動画になるもの以外で買ったものもあったので、そうですね、こちらを紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずメインからいきますか。メインからいっちゃいますか。なんか思いのほかいっぱい買ってしまったという。本当はママが欲しいものが1個あって、それを買いに行ったら、やっぱ女の子はね、見るとね、あ、欲しいなってなっちゃうんですよね。お手元があったら欲しかったわけ。もう本当にね、欲しいものがね、ちょっとね、欲望がすごいね。そう、今日はしほちゃんとママって2人っきりで行ったので、女子旅だったんですよ。女子旅はやっぱこういうお店にこうちょっと長居しちゃうわけですよ。普段ママとかがいるとさ、ちょっと急ごうみたいになるんだけど、なるの、絶対買えないの。めっちゃ向きになってる。なるの、本当に。あのね、パパがいると洋服屋さんとか行っても、あ、やっぱいいや、今日はいいや、こう言って気使うよね。気使うよね、うん、やっぱりね、本当に遅くなると良くないかなみたいなね。遅くなると機嫌がどんどんってなるから。そう、だからこういうお店もパパがいるとあんまりゆっくり見ないんだけど、ね、今日はね、二人旅だったんでちょっとじっくりね、めっちゃじっくり見ました。したらもうちょっといっぱい買っちゃったね。そうだね、ばっかりちゃったね。まあ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 。ね、もう私このバッグがなくて、バッグをね2個買いました。これあのお年玉でドンキで買ったのと全く一緒の、このお米のやつと、この白、透明白肌ってやつ。もうリピだね、リピ買い、リピ買い。これマジでいい。これはあのマジで焼けたなって時とか、めっちゃ白くなるのね、マジで肌が。でこっちは、あ、最近肌の調子悪いなって時は、うん、一発よ。じゃあおすすめ、この2つガチでおすすめ、リピ買いしました。でももうずっと多分これは愛用だと思う、マジで。うん、本当にこれいい、本当にいいな。扱い分け方大事だよね。うん、ほら見て、これ うっかり日焼けに集中ケアっていうね。今これからの時期すごくいいかもね。そうなの、外に出てるだけでどうしてもね焼けちゃうから、まあマスクしてるけど、うん、ま、マスクのさ、この辺が焼けるよ。この辺が目の下とかさ、うん、いいかもね。いいんだよね、うん、これはガチでおすすめです。次にね、このキャンメイクのリップ、オイルリップを買いました。私ね、最近ガチで化粧品買ってなくて。確かに、っていうかもうマスク生活だからあんまりなんかね買わなくなったね。そうなの、買わなくなってしまいました。あとお出かけもあんましなくなったから、それもあるよね。そうなの、それもあるんだけど、でね、久々にこういうのを見ると欲しくなっちゃう。リップ最近全く買ってなくて、使いたいなと思って。最近こういうね、憧れてたんよ、オイル、オイルリップね、オイルリップテカテカするね。そうそう、うん、憧れてて、うん、いいなと思って使ってしまいました。はい、で次にね、次の私なんですけど、この5秒で涙袋っていう、これもねキャンメイクです。はい、これもね買いました。私本当に涙袋がなくて、一人だし涙袋ないし、目は本当にコンプレックスなんですけど、ちょっと開けてみる。5秒で涙袋ってと思って買っちゃいました。あ、私今回02番買ってピンクっぽいの買いました。今回ね、ピンクで攻めましたね。あ、そうやってやって手で飲んだかな。どう？お、でもどうですか皆さん、塗りました。あ、でもなんか、あ、でもなんか右と左比べるとやっぱ左塗った方が涙袋っぽく見えるね。マジ？うん、確かに。でもなんか光ってる、なんかこううっすらなんか光ってるみたいなね。ここがでもいいんじゃない、こっちより、こっちより、うん、で、うん、あるように見えるかも。見えるかもしれない。見えるよね。いいじゃん、結構思ったより。来た来た来た。出ました。
たかもしれない。いいじゃん。これちょっとね、また使いたいと思います。つけた方がいい感じ。ね、いいかもしれない。ね、いいよね。よかったね。いいかもしれない。はい。ママだね。あとママのお札とね、ママの紹介してもあんまりあれだけど。そう、これを買いにね、行ったんです。ママが、これがないって。そう、アイライナーなんだけど、ウズのね、はい。これなくなっちゃって、もう、ね、そう、新しく買いました。はーい。これいいの？これ好き。リピです。なんか毛先がボソボソになって、インクもなインクっていうか中の液ももうなくなっちゃって、もう無理だなと思ってついに買いました。はい、リピ買いです。リピ買いですか。はい、こちら。そう、こちらキャンメイクのアイシャドウ。これしぼちゃんも使おうと思えば使えるけど、このなんか粉質がすごく好きで、なんかほとんどの種類を持ってます。ママこのキャンメイクのこのシリーズ知ってる。ママキャンメイクのアイシャドウめっちゃ持ってるよね。え、なんかね、好き。安いし、うん、好き。ちょっと使いにいい。あ、なんかちょっと出かける時とかにさっと使えるのがいい。あって言ってもすごいすごい優秀です、これこのシリーズ。はいはい。で、次買っちゃったのが、なんか隣にあってめっちゃなんかこれね、かわいいと思って買いました、これ。レブロン、これはレブロンなんですよ。で、なんかすごく綺麗な色で、なんかすごい見た目に惹かれて買っちゃったの。そう、なんかたまにはいいかなと思って、パパイ大好きよ。そうだね、パパイ大好きね。私もね、パック2個買っちゃったし。あ、そうそうそう。パパいないし、いいかなと思って、もう一個これも買っちゃう。ほんとママも久しぶりです。ほんと買ったの久しぶりだよね。やばいよね。やばいよね。うちら全然買ってないよね、うん、この1年ぐらい買ってない気がする。なんかほんとガチで、あのコロナのせいで。そう、コロナで自粛になってから、ほんと化粧品買わなくなっちゃって、久々に買いました。もっといいもの買えようって感じなんですけど、まあこれぐらいがいいんですよ、うん、やっぱね、一主婦なんで。もうね、そうだね、デパ地下とかのね、もう化粧品とか買わないですもん。だね、うん、とか言って。はい、これ買いました。楽しみ、使うの、はい、これで最後かな。終わっちゃった。終わっちゃった。はい、じゃあここで、この雑貨屋さんでは以上です。以上です。あと福袋買ったんですけど、それはまたね、はい、別の動画で改めてやります。はい、はい、次にね、こちらの、うん、本屋で買ってきた漫画を紹介しまーす。イエーイ。完全にしほちゃんですね。しほちゃんが行きたいというですね。何買ったんですか。最近探してた漫画がやっとあって、こちらです。なんそんなもったいぶってんの。こちらのサマータイムフレンダーサマータイムフレンダーっていうね、そう、サマータイムフレンダーっていう漫画があるんですけど、これね、パパとね、ほんと読みたいって話してて、なんかテレビで紹介されてた。そう、これテレビで紹介されてて、ほんと面白そうってなったんですね、うん、タイムリープのお話なんですけど、私たちはほんとタイムリープ作品大好きでして。面白いといいね。まだ読んでないからね、なんとも言えないけどね、うん、でね、噂によると3巻からが面白くなるらしいので、とりあえず3巻買ってみました。はい、私のお小遣いとちょっと相談してね。そう、これはもう、これあのしほちゃんのお小遣いで買いました。これジャンププラスで、あの1冊600円するんですよ、うん、そうなの。600円もするの。だからちょっとね、お小遣いと相談して、はい、今回は3冊買いました。はい、今13巻出てて楽しみですね。読むのが楽しみです、うん、はい、はい、ということで、本屋で買ったのこのタイムじゃないの。サマータイムレンダー、そうそうそう、でした。はい、最後はですね、あのイオンの洋服屋さん、そうそうそう、あの子供売り場、もうめったに行くことないんだけど、今日久々に行ってきましたね。それでですね、リミちゃんのね、はい、このズボンをね、うん、買いました。そう、リミちゃんはこの形が本当に大好きで、もうこのシルエットがね、そう、このズボン、うん、この形しか逆にもう着ないんじゃないかっていう勢いなぐらいこれなんですよね。そうなの、このなんかワイドパンツ的な、はいはい、
ね、なんか上はいっぱいね、このあの夏用にいっぱい買ったっていうか、しほちゃんがプレゼントしてくれたんですけど、そうなんですよ、私の誕生日にりみちゃんにね、そうプレゼントしたんです、洋服を。 それはいいなと思ったんですけど、下が全然なくて、下がね、やっぱ下は大人用はどうしても長さ的に無理なんで買えなかったんですけど、うん、今回ね、そうちゃんと子供用で選んできました。はい、はい、りみちゃんにあげます、あげますというか着てもらいます。はい、以上ですね、以上ですね。あとマックのシェイクなんで帰ってきましたね、はい、リミちゃんには秘密ですよ。リミちゃんは秘密。リミちゃんはね、友達のんびりゲームしてたから。そうです。リミちゃんがもうそうしたい。リミちゃんもリミちゃんで娯楽だったよね、多分。多分ずっとゲームしてるもんね。娯楽だったよね。うん。何時間やってんだろうね。私も娯楽だった。今日はもうほんと娯楽、ダラダラ、買い物してダラダラな日曜日です。はい。白コロもいないから家の中もすごい静かで。ね。ね。ずっとアニメ見てた。ママ寝てた。アニメ一気見せた。昼寝してた。はい。ということで、以上ですね。以上ですね。はい、ということで、今回はね、イオンで買ってきたものを紹介してみました。ということでね、読むの楽しみだし、使うの楽しみだし、本当にもう今回は本当にいいお買い物したなって思います。ということで、それでは、バイバーイ。